どうも、こんにちは、吉谷です。今回ですね、なんと久しぶりのスカイプ対談をですね、ビットくんという、ビットくんって誰やねんっていう、まあ、知らない方ほぼ 100% なんじゃないかなと思いますんで、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単にちょっとビットくんの、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、わかりました。今何やってるのかぐらいで大丈夫ですよ。そうですね、2、3ヶ月前ぐらいにネットビジネスのことを知って、で、そうですね、今は無在庫転売っていうのをやっております。あとはそうですね、トップバズとかもちょこちょこやったりしていて、そうですね、お金はその2つで今稼いでます。なるほど、はい、今じゃあその無在庫転売と、トップバズとかそういうのをやっていて、収入はどれぐらいあります？そうですね、1ヶ月目が、1ヶ月目が7万ぐらいで、1ヶ月から7万だ出たんですか？はい。すごいですね。で、今月は多分15万ぐらいですかね。あ、素晴らしい。なんか今日トップバズの振り込みあったのご存知ですか？ありましたね。それは、5万5千円入りました、ね。僕より高いじゃないですか。あ、本当ですか。僕は3アカウントから入金あったんですけど、5万、はい、合計で5万ぐらいですかね。ああ。あんまやってないんで僕、正直。そうですよね。はい。まあ別にトップバズはなんか熟成さんがなんか稼げないって言ってたんで、じゃあやってみようかなみたいな感じでやって、もう、はい、結果出したんでもいいかなっていう部分はあるんですけど。うん、まあそうですよね、15万円とか出してましたもんね。一番最初の15万出るやんっていう。すごいですよね、あれ、はい、うん、ただまたね、なんかトップバズのルール変更あったっぽいんで、まあ検証はあれはあれでまた僕は続けてって、またまあ熟成さんにはねノウハウ提供してるんでシェアしていこうかなと思いますけど、うん、うん、でまあ今じゃあ無在庫転売、最初じゃあ無在庫転売がきっかけですか？あ、最初にこのインターネットビジネスを知ったのはメルカリ無在庫転売だったんですよ。おう、メルカリ無在庫転売。なるほど、なるほど。はい、で、はい、そうですね、なんかツールガンガン回すみたいな。そうですね。なるほど。セミナー行ったり、はい、そのなんかメルカリ無在庫で稼いでる人とかに実際に会いに行ったりもしたんですけど。あ、素晴らしい。はい。そうですね、もともとメルカリ無在庫転売をなんか、とりあえず、なんか、なんていうか、初級じゃないですか。初級っていうか。まあまあ、転売は初級ですからね。誰でもできるので。うん、はい。そうですね。で、まあ、1ヶ月ぐらいちょっとやってみて、もうすぐ見切りつけて、次行こうって思ってて、はい、その次ってのがヤフオクの無在庫転売。なるほど。転売なんですよね。はい。だからそうですね、メルカリ無在庫転売、3週間ぐらいでやめて、すぐヤフオクに。なるほど。はい、でヤフー、今はメインはヤフオクの無在庫転売やってるって感じですか？はい。なるほど。ヤフオクの無在庫転売、まあ、メルカリはね、無在庫転売結構、まあね、情報発信してる人、ね、いたりとかすると思うんですけど、ヤフオクの無在庫転売ってもあるんですね。あ、そうですね。なるほど、はい、まあ、何でもあるんですね。そうですね。なるほど。で、そのヤフオクの無在庫転売、なぜメルカリからちょっと聞きたいんですけど、なんでメルカリからヤフオク、同じ無在庫転売なのになんでヤフオク行ったんですか？はい、メルカリ転売は、はい、多分ツールとかあるのか分かんないんですけど、なんか1日の出品数、まあ、1日の出品数っていうのが限られてるんですね、はい、なるほど、なるほど。確かそうですね、ちょっと個数忘れちゃったんですけど、はい、なんか 2桁、10個だったか2桁か忘れましたけど、なるほど。で、あとはそのやってる最中の労力が結構大変だったんですよね、はい、なるほど。例えばコメント返信、コメントが結構あれなプラットフォームなんですけど、はい、メルカリって。で、お値下げ交渉とか、あとは出品もすごい時間がかかっちゃって、なるほど。ちょっと、もともとそんなに続ける気はなくて、はい、お試しでやってただけなんですけどね。へえ。いや、でもすごいですね。まあ大体僕もね、本当今まで何万人っていうお客さん、まあサポートしてますけれども、その1ヶ月目からやっぱ結果を出してるっていうのはすごいと思います。ありがとうございます。いや、はい、本当すごいと思いますよ、うん、ありがとうございます。だって僕ね、10年ぐらいノウハウコレクターの人とかも余裕で何人も会ってますからね。
まあ、10年の情報を追い続けて、まだ未だにまだ変わってないっていうね。10年あったらまあまあ何でもできるよみたいな。そうですね。で、まあ、無在庫トップバズで僕を知ったきっかけっていうのはゆっこさんですかね。ゆっこさんの前に、はい。あれですね、多分トップバズのことを調べてたときに、なるほど、はい。ファンキー近藤さんいらっしゃるじゃないですか。ファンキー近藤ね。ファンフキー。ファンァンキーキー今度さん。やらかしたからね。なるほどね。で、なんかその時に最初ドリアカのことを、言っていただいて、はい。あ、吉谷さんって方がなんか毎日ライブやってるんだなって、そこで初めて知ったんですよ。ああ、なるほど。じゃあ、ファンキー近藤の、言っていいのかな、なんとか OL さんのでバズって なんかね、再生数すげえ上がってましたけど、まあ、とりあえずそのファンキー近藤さんの動画に行き着いたと。そうですね。で、僕に、はい。ゆっこさんは、何でしたっけな。あ、ゆっこさんもトップバズだったな、確か。あ、そうですね、トップバズでしたね、ゆっこさん。へえ、じゃあそれ調べてたらまあ出会ったと。あ、今ってちょっと年齢は聞いても大丈夫ですか？大学4年生で大22学歳。4年 マジか。大学 4、すみません、今なんかタメ語にいきなり変わったんですけど申し訳ないですけど、全然、タメ語でお大願いし学ま4す。年ですか？え、じゃあ22とかですか？それ22です。へえ、ちょっと待って、大学4年の10月、そうなんです来よ。年就卒、職はい、じゃないですか。はい。で、僕、就職をする気がなくてですね。ほうほうほう。その理由、まあ、理由っていうか、なんですかね、普通にやりたくないっていう。まあ就職活動したくないと。就職活動っていうのは、サラリーマンとか、はい。雇われる仕事っていうそういうのがやりたくないっていうんですかね。そうでますね。あまあ結論、まあ就職して、会社の歯車になりたくないと。そうですね。はっきり言っちゃうと、なるほどね。すでごいな。も、その可能性をなんかもう0%なんですよ、僕の中で。じゃあもう就職する気1ミリもない感じですか？そうですね。おお、すごいで大学も、生が出てきましたね。いや、は昔はね、昔は僕も大学卒業したんですけど、そのい。就職するという選択肢がなかったんで、昔は。まあ、インああ。ターネットも出始めた頃で、なんかその富士通 FMV が30万とかで売られてた時代なんですよ。ノートパソコンが。分厚いやつが。だからそのネットもね、ちょうどヤフーのその ADS、ヤフー BB の ADSL がちょっと広まり出してたぐらいなんで、その情報もあんまなかったし、ネットで稼ぐっていうのがあんまりその認知されてないというか、だからまあ普通に就職するしかないというか。確かに、そうですね、時代的にはそうですね。その一番最初にその、まあ、普通のレールだとその就職活動って多分大学3年ぐらいから始めましょうみたいになるじゃないですか。え、その時からですか？その時。なんか僕、もともと、なんていうんですかね、結構、なんていうんですかね、社会不適合者って言ったらあれかもしれないですけ大丈夫です。ど、僕も不適合者なんで なんか、例えば、ちょっと僕、大学でちょっと実習、ちょっと何か実習行ったことがあるんですよ。はい。実習、なんていうんですかね。会社体験ってなんて言うんでしたっけ？ああ、なんかありますね。体験入学じゃなくて体験する感じですよね、会社に。とか、実習っていう形とかで、2週間くらいそこの、まあ、現場で毎日行ったりしてたんですよ。で、それは毎日8時間で毎日っていう、まあ、ほとんど正社員と変わらないみたいな感じでやってたんですけど、あ、そんなのがあるんですね、今ね。なんでし、なんか言葉があるんですね。なんかそういう、いまあ、や、体験まみたいな。あ、まあ、体験入学じゃなくて体験会社みたいな。それで、おそ給れ料をもらえやっ、るんですか？いえ、もらえないですあ、ね。もらえずに8時間働くんですか？そうですね。なかなか働ファンくとキーでいうすか、ね。まあ、そうですね。
で、それをやったときに、はい。もう全然ダメ、ダメだっていうか、あ感じちゃって、あ。何がダメだかって考えたときに、はい。はい。まずその長時間労働すぎるっていうのなると、ほどね、はい。あとは好きでもないことをやらされなきゃいけないってこととか、あとはそうですね、自由が利かないとか、なんか基本的に世間一般的に普通って思ってることが、なんか僕にとっては、なんでそんなすんのみたいな感じに 思っちゃうんですよね。なるほど、なんでそんなことせんとあかんのみたいな。そうです、そうです。なるほど、それでまあもう就職するのはもうちょっと俺に合わねえなみたいなことになったと。そうですね。でそっからまあネットでなんかいろいろ調べてた感じですか、じゃあ。そのメルカリを調べ始めたきっかけっていうのは何でかちょっと忘れちゃったんですけど、ネットビジネス。もう偶然見かけたんですかね、YouTube とかで。じゃあ、やっぱあれですよね、今 YouTube いろんでも何でも出てますからね。そうです便利ね。な世の中ですわ。なんか、横にピッとなんかまあメ関ル連カ動リ画ででなんか、出てきたかもしれないですすね。 なね。るほどなるほど。ああ、そういういきさつがあったんですね、ありがとうございます。でまあちょっと前説が非常に長くなったんですけど、まあ、今回その対談をしようと思ったきっかけが、まあ、僕の、商品をね、買っていただいて、まあ、その感想というか、まあ、そういうのをちょっといただきたいなと思いまして、で買っていただいたやつが、多分まあ、熱海合宿の久保さんでやった熱海合宿ですよね確か。とそうですね。あとワンデーでやった鹿児島のやつだと思うんですけど、どうでした率直に見て。めちゃめちゃ良かったですね。なんか言わされてる感ないですか、大丈夫ですいや、か。本当に良かったです。もう本当に良かったですよ。ど良こからったです。辺、じゃあどこら辺が良かったですか。そうですね。はい、やじっゃあぱまり、なんず、じか。ゃあワンデーいきましょうか。ワンデーはちょっとね、正直中級、まあ参加してくれた人がですね、もう100万以上稼いでる人たちしかいなかったんですよ、3人で。で、だからまあ僕一般の人のセミナーって、そのお客さんが初心者の人がほとんどっていうか、それしかいないんで、だからそのワンデーの鹿児島の方は結構その中級上級の話が出てきた、話せたんじゃないかなとは僕は思うんですけど。そうですね。やっぱそこが一番というか、そこはすごい大きなポイントで、はい。そうね、結構今までいろいろ吉谷さんの、全国セミナーとかの映像も見させていただきましあ、あた。りがとうございます。で、その中で思ったのが、やっぱり来られる方々が初心者じゃないですか、時にはまあなんかまあまあ、ほ結とんど初構。心者ですね。初心者にしか売ってないんで。そうなんですよね。で、なんか思ったのが、やっぱり吉谷さんはやっぱり来てる方に向けて発信されるので、やっぱり初心者向けの内容になってしまうというか、まあそうですね。初心者向けって言っても何て言うんですかね、来てる人に分かる、来てる人が分かることを伝えなきゃいけないですし、来てる人は初心者なんで、やっぱ限界があるというか。まあそうですね。だからその、まあ僕も伝える時に初心者でもできるだけ理解できるようにっていうのは、まあいつも心がけてますけど、無料の動画もね、やっぱまあその今から始めるって方がやっぱ見てるんで、ぶっちゃけ中級上級の人って自分で調べてできるじゃないですか。そうですね、できますね。ただ今回はね、ありがたいことにその僕のメインが発揮できるんじゃないかなって、中級者以上の人が鹿児島の方は参加してもらったんで、話しやすかったですね、僕も。なんか今まで話したことがないというか、なんかそのそうですよ話しね。ててワクワクするというか、なんかいつも落としてるんで、だからこれ言っても通じねえだろうなっていうことは言わないし、ただ鹿児島のそうワでンすデーよね。はまあ多分言ってたと思います、いろいろと。だから、その普段の全国セミナーでは聞けないこと、聞けないというか、言えないっていうんですかね、ことを、なんかやっぱ赤裸々に話されてましたし、なんかビジネスのやっぱ本質的なことを話していたなって感じましたね、全体的に。ありがとうございます。いえいえ、僕は思いました。じゃあ、久保さんの、とやった熱海合宿のやつはどうでした？結構、まあ、長時間だったと思うんですけど、2日間のやつなんで。あれはね、多分ね、僕ももう多分もうやるかやらないか分かんないですけど、その、ちゃんとその宿舎を借りて、一緒に釜の飯食って、
こうなんか合宿ってやったのは、あれが僕は初めてなんですよ。だから結構ね、気合い、まあ、やっぱ会場、みんな合宿でね、北海道から来てくれてた人ああ、そうですもよいたね。んで、やっぱちょっと気合い、いつもの、まあもちろんね、参加してくれてる人は初心者だったんですけど、ちょっと気合いの入り方はちょっと違ったかなと僕なりに思いますけど、どうですか？あ、そうですね、確かに。やっぱりお客さん側もすごい気合いが入ってるっていうのそはあうっなんでたすんよ。で、だから空気感がやっぱ、そうです、そうです、ガチなの、んとな結く構、聞いガてチみようのかやつなじゃで。ないんですよね。やっぱね、泊まり込みでやっぱ来てるんで。高いお金払ってますしね。まあ、すみません、その中で。その中でやっぱり吉谷さんも久保さんも、やっぱりその合宿っていう、まあ、一大プロジェクトって中で、やっぱり、まあ、僕が言うのかあれなんですけど、高いお金をいただいてるってことで、それに応えようと、やっぱり価値のある状況を提供しようとなされてたと思うんですよね。なされてたっそていれうをか。感じていただけました？あ、そうですよ。だからすごい、全力でというか。まあね、夜中2時ぐらい、2時とかでもなんか浴衣着てやりましたからね。やってました、やってました。結構ね、あれは僕も結構全力で、まあ、やりましたね。普通のやっぱセミナーとやっぱちょっと違う感じがあったんで。ああれと、はすいません、LP のことで、LP のこと話されてたじゃないですか、夜中。あれはかなり具体的でしたよね。いや、僕すいません、あんま覚えてないですけどね。覚えてないですか？ すごい、LP について、あとなんかその吉谷さんの作られたサイトは、どうやって作ったのか、どういう仕組みで、アドレスを獲得するのかみたいのを、赤裸々に話されてましたね。ああ、そうなんだって思いそうっますした。か。僕も全力でやったぐらいしか覚えてないですね。何を 言ったか長覚えてかっないですたけでど。すからね。じゃあまあ、普段とはちょっと違う一面が見れてよかったっていう感じですかね、じゃそうですね。いつも上げられてる動画の、あ。どうもって感じじゃないですよね、全いや、それはさすがに無理ですね。まあ、正直、無料然。は僕無料なんで、まあ無料でも言ってることは言ってますよ。ただ、やっぱ結論無料じゃないですか。じゃあその無料のノリと、じゃあ20万もらって合宿やってるノリ一緒だったら、そりゃそうですよね。それちょっとやばいですよね。やばいですね。だから一応ね、まあ一般的に見たらこの人本当にいいかなと思われるかもしれないですけど、僕はあのスタイルがやりやすいんで、あのスタイルの方が動画をこうアップし続けられるんであれをやってますけど、例えば仮にその20万の合宿でやった気迫で無料動画、毎日動画撮れって言われたら僕できないですね。そうですだね。から本当絶に僕対セダミ、メです。まあ普通のそのセミナーやる時もそうなんですけど、結構パワー使うんですよ。だからもうフラフラになるんですよね、いつも。だからまあ、無料と有料はまあ基本的に僕の中ではやっぱ違いますね。パワーの入れ方が違うんで。そうですよだからね。懇親会とか僕やりたくないんですよ、基本的に。もう懇もう親フラ会フやラってで。るパワーないんで そんなイチャイチャなんかして、そんなもう喋ってる余裕ねえみたいな そうですよもう一ね。人になりたいみたいな じゃあまあ他に何かあります？ここ他良かに？ったみたいな。ああ、そうですね。さっき何て言おうとしたんだっけな。とにかく、そうそう、思い出した、今言おうとしたこと思い出しました。僕思うのが、いろいろなんかセミナー映像とか、なんかマインドセットの話とかって、もう世の中にたくさんあるじゃないですか。まあめちゃくちゃありますね。めちゃくちゃあるじゃないですか。でも、なんか僕が思うのは、その中で本当にいいものを厳選して、それを何回も突き詰めるのが一番いいんじゃないかなって僕思うんですよ。なんか、あっちゃこっちゃ手出すとかじゃなくて、やっぱ一人の人に決めて、で、その一人の人の中でも、この動画とか映像はいいなと思ったら、それをガンガン頭に入れていくっていいと思うんですよ。で、やっぱり久保さんのお話とかって、やっぱ、なんか、実体験といや、か、久保さんはやっぱ血肉ですからね、もそうです、そうです。う そこがやっぱり、聞いてて、やっぱり身に染みるというか、だからやっぱり、そうですね、ハイクオリティの、ものを何回も
吉谷さんも村上さんのそうでやすね、つと僕も7か、年か8年前の教材をいまだにたまに聞きますね。もう多分なんか、もうね、この十何年、7年、8年の間にも100、わかんない、数え切れないこと聞いてるんですけど、いまだに、この前もね、ミスター X とかのやつを聞いてたりとかするんですけど、2013年とか11年とか言ってたかな、なんかその音声で。だから僕もね、いいなと思ったやつをずっと聞いてますね、基本的そうに。ですよね。あとてか本とかももそうじゃないう、ですか。そう、新しいものあんまいらないかなっていう。そうですね。だからやっぱり本当に価値のあるものを、まずは見つけて、それを何回も聞くってことが大切なんじゃないかなって思いますね。なるほど。じゃあこれちょっと掘ってちょっと質問したいんですけど、はい。ネット始めたきっかけももしかしたら YouTube の関連動画からみたいな感じでさっき聞いたんですけども、はい。多分そこから入ってるってことは他の YouTube とかいっぱいいろんな人のなんか動画とか見てると思うんですよ。で、ああ、はい。今の話でも世の中にいろんなそのマインドの話とかいろいろあるわけじゃないですか。はい。で、いろいろ今まで見てきたものと僕のその違いっていうのは何かあります？僕はもうお客さん目線でその聞けないんで その他との違いです。ります、あります。ありますよ、吉谷さん。あれですね。ありますか？ぜひお願いあしりまますす。よ。吉谷さんは、あれなんですよね。ちょっと、あの、こ、あの、ちょ、う、あの、上から目線とかだったらごめんなさいいや、ね。上からでいいっすよ、いいっすよ。吉谷さんはお金のためにやってないんですよね。なるほど。結論言うと、お金のためにやってないんですよ。自分の、なんか楽しさとか、幸せとか、なんか、やりたくてやってるみたいな。他の人たちってほとんどお金目的でやってるじゃない。お金が欲しいから情報発信したりコンテンツ売ったりってやってるじゃないですか。でも吉谷さんは、なんていうんですかね、まあ、確かにお金、借金とかもなさられてて、お金も確かに必要っていう部分もあるんですけど、でもそれ以上にやっぱりなんていうんですかね、こういうお客さんとコミュニケーション取ったり、なんていうんですかね、自分の発信に対してレスポンスっていうか、お返しをもらったりするのを、なんかやっぱ本音で喜んでる感じがするんですよね、見ていて。ありがとうございま笑っす。たりするときとか その上から目線ですみません。いやいやいや、いいっすよ、いいっすよ。なんかそういうなんか、例えば僕がなんか以前T シャツをバナナですね。バナナでしたね。差し上げたとか、時もなんか、僕はその 毎日、なんか動画とかで見てて、本当に心から喜んでくれてるなって思って、僕も嬉しかったですし、ありがとうございます。はい。で、そうですよね。やっぱり、そこですかね、一番は。結論ですね、ここ非常に難しいとこなんですけども、はい。はい。ネットビジネスって結局僕が、ずっとやってきて思うのが、ブログやるにも YouTube やるにもインスタやるにも Twitter やるにも、何かしら発信しないといけないわけじゃないですか。はい。要は発信、そのコンテンツがあるから集客ができる、コンテンツがあるからアフィリエイトできる、商品売れるって話じゃないですか。はい。ということはそのコンテンツを作っていかないといけないんですよ。で、そのコンテンツを作っていく上で、例えばそのお金が100%だと、例えば無料コンテンツ作っててもお金にはならないわけじゃないですか。そこでセールスしない限り。はい。ね、無料動画作ってたとしても、仮にセールスしたとしても売れるかどうかわかんないですよはい。ね。ね、100%売れるって確率はない、確証はないですから。だからないですね。売れるはかどうかわからない中でも、僕もずっとそうなんですけども、僕も経験ありますけど失敗するんですね。売れない時もあるんで。い。うん。だけどそれでも作ってるんですよ。で、なぜ作ってるのかっていうと、最終的にセールスしてお金につなげるっていう部分はあるんですけど、ここがね、ハイブリッドなんですよね。要はお金100%だと、なんだこんなことやってて、なんも金になんねえじゃねえってなっちゃうんですよ。だから僕はは昔そのバックエンドとかそのプロダクトローンチみたいな感じで30万、60万、100万みたいなのバンバン売ってた時があるんで、その売り上げから見ると今フロント商品の安い商品しか売ってないんで、い、確かに。1万以下のね、3000円とか4000円とか6000円とかそれぐらいの価格帯で、で、さらにそれでサポートしてて、費用対効果からするとあんまないんですよね。確かにそれは感じますね。こんな安くていいのかなって思いますで、ね。ドリームアカカデメミラアに転売関としか。てもそんなにセールスしてないんで、
だからまあこれができるのはやっぱ作ってて自分が楽しいって思える感覚と、あとはお金をやっぱ僕もきれい事じゃなくて生きていかないといけないんで、お金をじゃあ売り上げこれぐらいにしないといけないなっていうところのさじ加減でハイブリッドでやってますね。だほとんどね、多分うまくいかない人ってお金100%だと思うんですよ。そうですよね、思います。で、僕思うんですけど、お金100%の人って、やっぱりなんか幸せそうじゃないっていうか、見てて、お金あったとしても、やっぱ顔見てて幸せそうじゃないんですよね、顔とか、なんか、オーラというか、見てて。いやー、ビット君22にして 人を見る目、確眼力が、ガンジーですね。かに。そうです。なんか22歳から飛び出る言葉じゃないですね。いや、僕もね、14年ぐらいいろんな人見てきてるんで、めちゃめちゃお金持ってるけど、幸せそうじゃない人いっぱい見てきてるんで。そうですよ、だ僕はもういろいろ勉強していろいろ体験した結果、お金を一応稼げるようになりましたけど、お金っていうのはポケットに入るお金でいいんだなっていう、まあ、小さいお金と大きな勇気ですね、大きな冒険ほうというほか。うほう。はい。だからその自分が冒険していく上での必要なお金がポケットにあればいいよみたいな、それ以上のお金は必要ないっていうか、だから冒険が楽しいわけじゃないですか。はい。人生を生きていくっていうのは楽しいわけじゃないですか。その人そうで生す。をそっ楽ちの方しが大む切ですよ。そう、はい。人生を楽しむために、必要なお金があればいいわけじゃないですそうか。です。そうです。そうです。だって僕今日吉牛食べてきたんですけど、チケット今あるんですよね。80円引きなんですよ。はい。80円引き、300円でね、めちゃめちゃ美味しい牛丼が食べられるんですよ。いや、美味しいですよ。いや、はめっい。ちゃうまいなみたいな。もう300円でええやんみたいな。300円でこんな幸せいられんのかみたいなね。だから僕なんかそういうなんか概念がもうなんか全部ないんですよね。まあもちろんね、自分が好きなものに対してはお金使ったりとかします。車、まあでも趣味は車しかないんで車にお金は使ったりとかしますけど、それ以外はあんまりお金使うないですね、あんまり。そうですよね。で、なんあとか、はなんか、あ、すいません、どうぞ。いいですあ、か？いいですいいですよ。なんか、吉谷さんは、物質的で物事を考えてないっていうか、またなんか世の難中の、しい。そう22っすか、マジで。ちょっと、で22っすよね。大丈夫っすか。今、じゃあ、い、す物いま質せ的に物事っていう言葉が、その言語が22で出てくるっていうのが、めちゃめちゃ勉強してるとか、やばいっすね。ん。でもこれは、他の、あれですよ。人が言ってたことですよ。ああ、そうなんですもね。ちろん。まあ、当然そうなんですけど。で、やっぱり世の中の多くの人って、なんか物が欲しいとか、なんか高級車が欲しいとか、高級ブランドの服着たいとか、なんか、なんですかね、キャバクラ行ったら楽しいとか、なんかそういうのって、あれですよねって言ったらですけど、なんか薄っぺらいというか、本当の幸せってそこじゃないし、なんか僕はやっぱ人間関係とか、なんか自己充実感とか、なんかやっぱそっちの方が大切だと思うんですよ。で、お金なんていくらあったって、それで買えるものって、人間関係って、本物の人間関係ってお金で買えないじゃないですか。まあ買えないですね。で、お金で買えるものって、例えばキャバクラ行きまくったり、高級車買ったりって、それで、なんか、そんなもんの自分は別に買ったり行ったりしちゃって、全然嬉しくないですし、はい、僕はそうですね、心を、って思います。はい。なんかね、あれなんですよ。要はブランド品って日本人がほとんど買うんですね。世界的に見てもブランド品を買うのって日本市場なんですよ。だ要そうなんではすか。そう、日本のマーケットが一番そのブランドを買ってるんですよ、日本人が。だから日本人って人のことを気にするし、だからそのそうでなんす。か嫌われる勇気だったかな、なんか本が200万部ぐらい売れましたけども、その人のことをそう気にする傾向があるんですよね。要は和じゃないですか。和って何かっていうと、人と乱さないみたいな。人のことを気にして、あとは学校の教育の中でも右倣え、整頓、みんなと一緒、みんなと一緒だよっていう、この和を崩しちゃダメみたいな、静かにみたいな感じじゃないですか。だからそういう教育があるので、まあしょうがないんですけど、みんなの目の色を伺って僕たちはその教育されてるんですよ。だってそうじゃないですか。はい、そう和思をい乱ます。したら、うるさい、黙ってろ、じゃないですか。はい。多分学校の先生で、例えばなんかその集まりがあって、なんかじゃあその、なんか、その時になんか、うるさい子がいて、いたとするじゃないですか。じゃあ今その、なんかそういう集会やってるんだからダメ、うるさいって言うじゃないですか。
っていう教育じゃないですか。はい。君元気いいねと。おー、すげえみたいな先生いないですよね、多分。なかなかいないですなかね。なかいはないい。ですよね。おし、元ないで気すいいね。から、じゃあ今度先生と昼休み遊ぼうぜと。ただ、ちょっと今ね、今ちょっとバカバカだから、またちょっと、みたいな教え方ないじゃないですか。ないですうるさい、黙ね。れ、みんなと合わせなさいっていう教育なんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどね。だから、そのみんなの顔色を伺って、だからみんなが例えば、そのお金持ちになりたいっていうのは、僕も結局そうだったんですけども、そのやっぱお金持ちになりたい理由っていうのが、自分家が貧乏で、やっぱ嫉妬してたんですよ。要はその僕の家ってずっと軽自動車なんですね。今もそうなんですか、親は。で、ずっと軽自動車だし、その家はお金がない、お金がないってずっと僕育ってきたんで、で、おもちゃも買ってもらえなくて、前ミニ四駆盗んだこともあるんですけど。で、やっぱそのお金持ちに将来なりたいなっていう。で、それはなんでなりたいのかってなると、そのお金があったらミニ四駆買えるのになとか、そのお金がないから買えないみたいな、みんなは買ってる、要はみんなはこんなの持ってるのに俺は貧乏だから買えないっていう、要はみんなが持ってるから僕が買えないみたいな、だから要はみなるんほなとど。比較してるわけですよ。なるほど、はい。だからまあお金持ちになりたいと思うのは、絶対その比較対象が、その例えばテレビのメディアだったりお金持ちの番組ってあるじゃないですか。ああ、そもそも、はい。だから、ああいうそのプール付きの家、豪邸に、あんな家に住めたらな、みたいな。なるほど、なるほど。っていう影響にしか過ぎないですよ。そうですね。あんな広いところに住んだら寂しくてしゃあないですよ、多分。で、実際は違いますもんね、毎やっぱ日り。パーティーすんのかって話で。もう、6畳一間のがね、逆に、こじんまりしていいんじゃないかな、みたそうですよ。いな。田舎がいいですよ。そう、田舎がいいっすよ。自然があって。だからそれはね、やっぱね、ある一定の段階で、てか、ビット君そこに気づいてるのはすごいっすね。僕だって22の時そんな気づかないっすよ。僕はね、14年いろんなビジネス勉強してきて、いろんな体験してここに行き着いたんですけど、22でなんかそこのなんかその幸せの本質というか、その自己充実というか、そこどうすれば自分が充実感を得られるのかっていう、そこの人間の仕組みですよね。なんかそこに気づかれてる感じがするんですけど。なんでなんかこうやってまあ考えれるのかなと思った時に、僕多分すごいもう誰よりも挫折してきたっていう経験があって、誰よりも悔しい思いしてきて、辛い思いしてき、まあ、詳しくはあれなんて言わないんですけど、もう本当もう惨めな毎日送ってきたんですよ。で、なんか自分を変えたい変えたいって思って勉強もしました。まあ、それが結局原動力っていうか、一番やったのが自分自身で考えたことが、多分誰よりもって言ったらあれですけど、やっぱ結構人よりも多く、自分自身でなんか自分はどうなりたいんだろうとか、何が足りないんだろうとか、なんでこんなんだろうとかっていつも自己否定とかでやってたんですよね。じゃあ己を見つめてたんですね。そうですね、友達とかがあんまりいなかったんで、ちょっと一人になることが多かったんです ね。なるほど、僕もだ友達いないから、から大丈夫ですよ。そうですか。僕も全然友達いないですよ。だって、友達以上に自分と遊んでる方が楽しいっていうか、自分一人で車乗ってる方が楽しいんで、人いると気使うじゃないですか。使います。使います、使います。いや、だから逆に友達いらないんじゃないかなと僕は思いますけどね。僕友達いらないですね。いらないですか。いらないですね。ビジネスパートナー、一緒に楽しくね、価値を共有してビジネスをやっていくのは楽しいんですよ。だけど、そのなんかその友達みたいな、なんかそのなんだろうな、なんか振られちゃったとか仕事嫌だよねみたいな愚痴を言い合う友達いらねえかなっていう。別にそのもう向上するというか、そのお互いに切磋琢磨して向上していける友達というか仲間だったらいいけど、仲間、そうそう、ですね。仲間だったらいいけど、そのせせお互いに向上し合える仲間ですよ。だけど、その友達っていうのはいらないですね。てか、なるいほるみど。たいな。仲間はあっていいと思うんですけど、友達っているのかなって僕は思いますけどね。だって、傷の舐め合いするだけじゃないですか、友達で。
そうですね。向上し合えるものだったら仲間になるとは僕思うんですよ。友達じゃなくて仲間、一緒に価値を共有して、なんか共に頑張っていこうぜみたいなのは、なんかその友情を超えて仲間とか一緒の、そのなんか共に戦う同士みたいな まあそういうのはね、僕はいいんじゃないかなとは思うんですけど、友達ってなんか、まあ小学校、中学校、高校あたりで卒業でいいんじゃないかなと思いますけどね。あれですかね、なんか、仲間、なんか、吉谷さん的には仲間イコール友達っていう、なんていうんですかね、友達、仲間イコール友達ってことですかまあまあまあ、そね。んな感じですかね。でももう、ただ友達という概念は僕の中にもうないですね。なんか一緒ちょっとにやる使、ビジはネい。スの仲間みたいな感じですね。で、同じ考えで一緒にいて楽しいみたいな。はい。うん、一緒にビジネスしてて、一緒に動画撮ったりとかして楽しいとか、一緒にセミナーやって楽しいとか。え、それ友達じゃないですか？いや、友達じゃないでしょう。じ僕ゃはないですか？友達、だから僕、そう鷲なんです津かさん、ね。ブックメーカーの鷲津さんと毎日 LINE のやり取りしてるんですけど、全然友達ではないと思ってます。お互いに切磋琢磨できる、まあ、夢を共有し合える、負けねえぜみたいな、ライバルであり、仲間でありっていう感じですかね。確かに鷲津さんは友達という括りではないですね、確かに。まあしかもまあ40、僕より結構上ですしね。久保さんもそうですよ。はい。久保さんも僕より上、10年以上上ですから。ああ、そっかだそっからそか。の友達っていう感覚はないですよね。あれですかね、やっぱ、ね、年齢の違いのああ、あそれれでもあするか。かもしれないですね。はい。だから基僕本は的結に、構友達大切だなって思ってるって、薄っぺらい友達じゃなくて、なんか本音の、僕は一応そういう友達は、まあ、2人ぐらい一応いるんですけど、そういう人たちは大切にしていきたいなと思ってるんで、まあそういう意味では友22や達からは、ね。大学は生やい。からね、まだまあ、さすがにって感じですさかすがね。にね。もう36のおっさんやから、おっさんが友達言うのもね そうですね、そこの、はい。だからそのなんか、22なんでね、まあ大学生だから。まあ僕はまあそんな感じですかね、今は。なるほど。いやー、ちょっとね、ピットくんが22歳で22歳でこの話ができるっていうのは、ちょっとね、びっくりですね。いや、僕もなんかこんな始めたてで 吉谷さんと話せるなんて思えなかったですよ。いや、大体いつも僕、なんだ、なんかメールでね、めちゃめちゃビットくんからね、吉谷さんの言われた通りに回答できるように頑張りますみたいなね めちゃめちゃ書いて、結構なんか長文書いていただきましたけど、いつも僕お客さんと対談とか取るときに、じゃあまあ、こんな感じ、質問していくんで、あ、じゃあ行きましょうかみたいな 打ち合わせないんですよ。だセミナーも打ち合わせないんですよ。そうですよね。だから鷲津さんとかのセミナー一緒にやるってなった時も、打ち合わせなしで、じゃあお願いしますみたいな 基本即興みたいな。だからなんか打ち合わせとかして、なんか作り込むと、結局作り込んだ嫌話、です、嫌です、嫌です。そのなんか生の話になんないじゃないですか。はい、思なんいかます、それは。その台本って必要な時もあるんですけど、対談とかこういうセッションっていう、あとセミナーとかも、なんかその別にその映画を作るわけじゃないじゃないですか。映画を作るんだったら台本は必要だと思うんですけど、セミナーとかこういう対談っていうのはできるだけ生をお伝えした方が僕はいいと思ってるんで、だから台本がない、その場の空気感、その場の来てくれたお客さんに対して合わせたりとかして話した方が僕はいいんじゃないかなと思って、こんなんなか感じで。大体そこら辺の対談動画って台本ありきで、なんか目的があってやってるじゃないですか。まあそうですね 吉谷さんが行うような対談みたいに、なんかもう流れに身を任せみたいなあれじゃなくて、なんかもう、なんか分かるじゃないですか、見てる側は。まあああ、はまいはいあみまあまあ、わたいかりますね。な。そこですよね。ありがとうございます。まあ僕もね、こっちの方がやりやすいんで、なんかかしこまってね。別にこれが有料だったらまだ打ち合わせは必要かもしれないですよ。これを有料で販売するとかなったらですよ。じゃあテーマこれで話しますみたいな、かテーマを決めてやんないといけない部分あるじゃないですか。有料だと 無料だし、それもありますね。そうですね。
ね、例えばなんかドリームアカデミアの講義で、何話そうかなみたいに言ってたらやばいじゃないですか。それはダメですそれね。ダメですよね。それはダメですね。だからそれそのは無ね、料ですね。一応テーマは決めますよ。毎月フォローアップ勉強会もやってるんですけど、その例えばこの講義テーマ決めて、でテーマを決めた中でも、じゃあこういうことをつこのこれでは伝えとかないといけないなと思って話しますけど、まあセミナーに関しても一応セミナーのタイトルがあるんで、まあそれに、まあ、重んじて、まあ、話していきますけど。そうですね。吉谷さんの場合は一つなんかタイトルがあれば、もういくらでも喋れますもんあ、ね。そうなんですよ。僕一つタイトルがあれば大丈夫です。そうですよ まあ、ね。見てて思いま件す。名はがあい。れば大丈夫です。メルマガの件名が。思います。キーワードが一個あれば。キーワードある単語1個あれば大丈夫ですね。はい。いや、でもね、本当ビット君すごいですね。あ、猫飼ってるんですか？大丈夫ですか？ちょっと、いや、僕猫のも声大丈夫ですか？ユニバー君っていう猫を拾ったんで。かわいいですよね。見てますよ。あ、本当です見てまか？したよ。はい。今猫おいくつなんですか？いや、もうあれですよ。結構声若そうに聞こえるかもしれないんですけど、もう十何歳で、マジっすか？じゃあおじいちゃんですはい。ね。おじいちゃんおばあちゃん。おばあ男ちゃん女。です。おばあちゃんですか？はい。あ、でも女っす顔か？はじゃ結構可愛いんですよね。あ。顔がずっと変わんないっていうか、年取っても。へえ。鳴き声も。はい。なんかね、今ちょろっと聞こえて、なんか子猫ちゃんかなみたいな。あ、そうです、そうです。声は、はい。声若いですよね。そうですよ。へえ。顔も可愛いですよ、結構。あ、マジ ですあ、でも、か。ユニバックもめっちゃ可愛いですよね。アップにするじゃないですか。よくやってたじゃないですか。肩らへん持って、どうも、みたいな。あれ、よかったですね、めっあ、ちありゃ。がとうお、ござい可ます。愛いとか思っありて。がとうございます。思いました。はい。いや、ユニバー君ね、捨て猫とは思えないほど、なんか人間に懐きがいいんですよね。これ、あ、なんか最後、まあ、これ、僕、もうちょっとしたら、ちょっと23時からライブあるんですけど、そうですよね。最後、ちょっと聞きたいんですけど、なんか、はい。まあ、今、22じゃないですか。はい。将来、なんかこういうことやってみたいなとか、まあ、漠然でも何でもいいんですけど、まあ、こういう生活したいなとか、こういうふうな人間になりたいなとか、なんかあります？夢目標みたいな。僕は、最終目的が幸せになりたいってことなんですけど、で、まず幸せになりたいっていうのを分解してったときに、まあおか、あ、まあ、幸せの定義みたいなもんですね。お金もそうですし、で、僕の場合は人間関係とかが結構、人間関係で、まあさ、友達っていうか何ですかね、信頼できる、人間関係で、そこで心が満たされたいとか、とか、あとそうですね、もう一つネットビジネスをやり始めたきっかけっていうのが、自分に自信をつけたいっていうのがすごいあって、今まですごいやっぱ自信がなかったんですよ。ネットビジネスをやることによって、やっぱりいろいろ、自信がつくんじゃないかなと思って、その未来に向かって頑張ってるっていうのはありますね。ちょっとビット君はね、もう多分ね、自分の思想というか哲学というかある程度あるんで、その大学生が語る哲学、ビット哲学か分かんないですけど、多いやい分、や、全然ダメですよ。いけるいける、全然いける。だからその大学生っていうキーワードを使って、大学生が語るなんとかみたいな、偉そうに大ああ、学そ生こがのブランディングはありますね。そう、大学生が偉そうに語っていくっていいんじゃない？大人に物申すみたいな。面白いあとと思う半年よ。ですけど、はい。半年間作れるじゃん。いいですね。いや、でもね、まあ僕もね、いろんなお客さん本当対応してますけども、いや、こうやってね、なんかそのね、だ僕36で22だから14年離れてるわけじゃないですか。はい。14年離れてる、しかも下ですよね。で、こういもうちなんかそろん、はい。の話ができるっていうのは僕すごいなと思います。ああ、嬉しいです。吉谷さんに褒められていただけるなんて、いいや、やい光栄やいや、です自よ。信持った方がいいと思いますよ。光栄ですよ。いや、自信、マジで自信、多分ね、ビット君は、だからさっき自分で言ってたと思うんですけども、やっぱね、自分と向き合う。これね、めっちゃ大事だと思います。僕も今の思想、哲学になった理由って、そこですもん、実は。ああ、そうですか。いや、僕、はい。10年以上会社に泊まり込みでやってたんですけど、ずっとやっぱ会社に一人だったんですよ。だって泊まるのって僕、基本ね、みんな帰っちゃうんで、
僕一人で泊まって深夜2時とか3時一人で会社に残ってずっと仕事してたんで、やっぱ自分と向き合うんですよね。やっぱ俺何してんだろうとか、このままでいいのかなとか、しんどいなとか、死にたいなとか、もう常に、だって深夜2時3時の会社ってすげえ寂しいですよ。めっちゃ寂しいですよ。無音で無真っ言暗くてで、外。そう、一人でね、シーンってなって、で、売り上げつくんですね。そこのプレッシャーもあって、売り上げつくんとあかんなとか、従業員まとめんとあかんなとか、まあ、いろいろその自分と向き合ってきた、一人でこうやってっていうのがあったんで、だから今の僕の考え方に行き着いたというか、固まったのは、その自分と向き合うっていうのをだいぶしたなっていうのは感じますね。意外とそれをやってない人ってやっぱりいや、やってないです、大人やっでてもない多いんです。じゃないですか？いや、やってないですよ。そうですよいや、ね。掘ってくっていう。幸せってなんだろうみたいな。その幸考せえないでを、すよね、普そう、通。自分が幸せを感じるときって何なんだろうと。なんだ、僕も全部客観的に見るんですよ。あれ、なんで俺今怒りの感情出たんだろうとか、なんで寂しいんだろうとか、なんか寂しい感情に対してなぜと思うんですよね。とか、死に、なんかね、とにかく掘っていくんですよ。で、だからまあ自分の心を詰めていくというか。だからそうすると、なんかその本物の、その表面上に固まったものでは、表面上ではなくて、自分が本当にやりたいことだったりとか、自分がこれやってたら楽しいなっていうところが見えてくる。なんかそうで僕、すね、例えば僕、車ね、一応車多分3000万か2000万ぶち込んでるんですよ。だまあ、でも古いんですよね。14年前ぐらいの車なんですよ。で、僕はあれが好きなんですよ。で、やっぱその、僕も人間なんで人の影響を受けて、ランボルギーニとかフェラーリとかいいなと思ったりするんですけど、でも好きじゃないんですよ。で、車が好きだからあれに乗ってるんですね。で、あれを僕は60とか死ぬまで乗りたいなと思って、まあ、すぐぶっ壊お金がかかってる理由は古いんですぐぶっ壊れるんですよ。だからそのメンテナンス費用で金かかるんですけど、で部品ももうなくなってきてるんで。ただ僕はそのね、そういう車に手を出さない理由は、それが好きだから、自分がこいつに乗ってると楽しいなみたいな。でもほとんどの人ってベンツ乗ってるから、私もああいうベンツに乗りたいとか。じゃあさ、ベンツが本当に、わかります？ベンツそうがです本当ね。に心から好きな。じゃあベンツのなんと L600 めっちゃ好きやねんとか、なんかないじゃないですか。世間的にですもんね。そうそう世そう。間的にいいと思われてるから、そうあ、じゃあそ乗ればいいのかなみたいな。う。そうなんですよ。だから自分がないっすよそうそう、自分がないんですよ。自分の主がないんですよ。ね。人がいいって言ってるから自分もなんですよ。そうです。だこれは小学校時とかもなんかちっちゃい時からそうだと思いますよ。まあクラスでこれが流行ったら私も、まあ、興味ないけどみたいな、みんなやってるからみたいな感じじゃないですか。だから自分は本当はこれが好きなんだけど、周りに合わせるみたいな。だそういうふうにやっぱね、僕たちっていうのは教育というか、そういうふうに生きていく過程の中でそういうふうにしてきてるんで、やっぱ自分と向き合う時間、自分が本当に何やってる時は幸せで、っていうところを。だからビット君がね、そのね、僕は夢とか目標なんですかとか聞く時がまあまああるんですよ。最終的、まあ、そのネットビジネスやって最終的にどうしたいですかみたいな聞くんですけど、22歳のビット君がまさかの幸せみたいいや、そこですよ、僕は。なね。 いやー、そのそためれのおは、金とかありますけどね。それはなかなか出てこないですね。いや、マジで出てこないですよ。22でその目標とか夢なんですか、幸せですっていうのはね、出てこない、出てこない。やったいやー、でもね、究極そこしかないんで。そこですよね。てかそ思いこましかたなもん。くないですかって、逆に何があるのっていう。だから僕たちはその幸せになるために努力しないといけないし、幸せになるためにお金稼がないといけないし、幸せが主で、みんなお金が主になってるんですよね。そうです。そうそう。だからすごいっすね、なんかそこまで行き着いてるっていうのがね。 まあ多分、まあね、この対談で話せないようないろんな過去があったんでしょう、多分。まあこありました。の、うん、だからこの話を僕はビート君と話を聞いてて、多分相当の、いや僕もね、もう昔の話したらね、もう何百時間でも話せる、相当つらかったから。辛もかったですか？う、まああとね、まあ、言っていいのかわかんないですけど、あとなんか僕、死も見てるんですよ。なんか小学校の時に、
小学校の時なんかエアガンでやなんか公園の山でエアガンで遊んでたんですよ、打ち合いで。でそしたらなんか人形があったんですよ。もうなんか人形なんか吊るされてるぞみたいな。でみんなで見に行ったら、マジ？死んでて、でその僕小その時3ぐらいだったんですけど、その小6の同じ学校の小学校の6年生がいじめで自殺してたんですよ。マジですか？で首吊り自マジです殺か？を僕発見して、だ人の死も見てるし、おお。だからそれはねやっぱ忘れないですよね。本当に人やが首ば。吊って死んでるのをもう小学校の時見てるし、なんかね、なんかもう結構ね、過去のいろんな僕遭遇しているんですけど、なかなかない、なくないですか、人が首吊ってるところを見るって。しかも同級生ですもんね。同級生っていうか、まあ3個上の先輩ですよ。小6だったんで、僕小3で、その時小3で同じ学校の6年生で、で次の日そのまあそれ発見して、やでばい。近くの、野球してた人がいて、大人の人に確認してもらって、救急車ブワー来て、で次の日の学校が黙祷でしたね。黙祷。黙祷というか、そのああ。死んだからっつって、それは衝撃ですね。だいぶめ衝ちゃ撃めでちしゃ、たはい。ね。衝撃ですね、はそういうのもあるし、なんかいろいろありますね、僕も。なんか、い。うん。ビット君もいろいろあったんでしょうね。この話はそうなでかすなか22でできないよ。ね。なんか人生を悟ってる感じがね、ありますね、ちょっと。そうなんですかね。素晴らしいな。なかなかすごいですね。はい。いや、ちょっとね、僕はね、まあ、僕初めてじゃないですか。そうですね、はい。メールのやり取りとか、なんか LINE でちょっとやり取りとかはありましたけど、初めてこう声を聞いて話すんですけど、ちょっとびっくりはい。いですね。びっくりの連続ですね。や、はい、少しでも感情が動いてくだされば、吉谷さんの感情が動いてくだされば、なんか、こうやって話した意味があったのかなと思いいや、ます。感はい。情が動いたというか嬉しいですね。22の14個下の人とこういう感覚の話ができるっていうのが。みんああ、はい。なその感覚じゃないですよ。みんな論理的にこれが正しい、これが間違いみたいな、これが稼げる、これがダメだ、これうまく儲かる方法ないかっていう、なんか論理的な話しかしないんですよ。てかそれが好きなんですよ。はい稼いだはい。証拠は何なのとか、わかります？その感覚的なこういう話って絶対できないんで。すごいな。素晴らしい。ぜひ、東京に、僕東京住んでるんですけど、あ、そうなんですか。あ、11月頃までいらっしゃるでしたよね、確か。そうそう、11月上旬までいますね、多分。あ、上旬ですか？はい。なんか僕、最初東京来るっておっしゃった時に、会いに行こうと思ったんですけど、はい。いや、俺なんかがっていうあれがあって。いや、全然いいですよ。だからそこは、まあ、言ってもらえれば全然、日程、あと、なんだ、LINE でもね、来てたんですよ。会いたいですっていう。なので、なんだ、まあ、日程、ちょっとね、今週、来週からちょっと僕動けるんですよ、ちょっと。だから来週はちょっと予定入れていこうかなと思って、今、そうだ、いい。来週結構また対談撮影がとやったりとか、来週と再来週は動けるかなって感じですね。ちょっとどうしようかなって考えたんですけど、なんかもうこれ逃したら、鹿児島に住んでいらっしゃれるんで、でも多分半年とか1年経ったら、もう吉谷さんがなんかもうすごいとこまで行っちゃうんじゃないかなって、ちょっとあれがあって、いや、行かないですちょっよ。とだって簡僕、単には会えないんじゃないかなっいてや、あれが僕、あるん広告で。かけないんで、そんなに行かないですよ。い地味やー、に。そんなことないと思いますけどね。でもね、僕はもう未来が分かってるんですけど、僕のこのはい。発信の仕方でずっと発信してれば、絶対なんか、どっかでブレイクが来るっていうのは絶対分かるんですよ。で、ちょっと違うステージに行くことも分かってるんですよ。だってこの発信力と、これでできる人はいないんで、他の人であんまり。で、本し質かでも、すか？本質を発信してますからね。そう、あ本と質って感いう覚か。的な話もできるんで、これで発信していけば、まあ、今後どうね、なんか起きるんじゃないかなっていうのは分かるんですけど、今の段階ではね、まだ僕は準備運動だと思ってるんで、まだまだそのね、なんだ、石の上にも3年じゃないですか。
ね、よく言われますけど、僕以前の会社の社長を退任してまだ2年なんですよ。だから1人でこう全部1人で始めたのがまだ2年だから、小学2年生みたいなもんなので、1人でこうなんか自分で発信していくのは、ね、小学2年生ってまだまだじゃないですか、なんか 経験ありますよ。ただ自分でもともと裏方でだったんで、喋るってこともしてなかったですし、だから今こんなに喋ってるのは奇跡ですよ、本当に。こんなに喋ってるのってどういうことですか？いや、こういう対談したりとか動画でバンバン喋ってるじゃないですか、奇跡ですね。はい、なるほど。だ昔も喋ることが嫌いだったんで、人と会話するのが嫌いだったから、基本的に会社でもほとんど喋らず文章を書いてたんで、まあ多分今じゃ想ね、像つかない多分です想よ像ね。つかないと思いますけどね、本当にその僕が昔働いてたスタッフしか分かんないですね。だってヘッドホンつけてずっとなんか喋りかけるような感じのオーラ出してずっと文章書いてるんで なんかあの卓球部の時の写真どっかで拝見したんですけど、なんか言葉あれですけど、チャラそうだったんですけど、ああ、それいつのだろう、大学かな、大学か高校かの、なんか結構チャラそうだったイメージがあったんですけど、なんか茶髪でしたその写真は。多分、じゃあ大学はね、ちょっとね、茶髪とかにもしてたんで まあよくある、まあそう冒険をしてた部分もあるんで いやでもね、大学もね結構ね、その苦労してたんですよ、僕も。例えば僕本当はその家が貧乏だったんで大学行けなかったんですね。で、ただたまたまその知り合いの先輩がこれから大学を強くするからちょっと来ないかって誘いがあって、マジっすかみたいな、でもお金ないんですけどみたいな、特待生って言ってましそうたよね。で特待生で取れるかもしれないって言われて、マジっすか、だったら入れますみたいになって、で特待で入ったんですけど、やっぱそのなんだ、自分の生活していく一人暮らしするのにお金かかるじゃないですか。まあ授業料は出たとしても、ただだとしても自分の飯食っていくね、その家賃とかもあるじゃないですか。だからそれを最初奨学金を借りようと思って行ったら、なんか無利子はちょっと偏差値が足りなくて貸せませんみたいな、で利子付きのだったらいけますけどみたいなって言われて、いや利子借りて、ま利子払ってまでお金借りたくないなと思ってバイト始めしたんですよ。でその特待で入ってるんで単位も落とせないんで、学校もちゃんと行って部活も行ってバイトしてっていう、だから大学はその大学はもう学校部活バイト残味でしたね。バイトの、魔術師じゃなくて何でしたっけ？何でしたっけ？バイトのバイトの魔術師とか言われ、な、な、何でしたっけ？何でしたっけ？あれ。錬金術師そうです。なんか、学校行きながらやられてたんですか？バイトって。そうですね、バイトの錬金術師は、まあ、ニートになってまたバイトした時の話で、の話なんですよ。で、その話は、なんだ、僕お金なくなっちゃって、で、ニートになってお金なくなっちゃって、で、お金200万貯めようと思って、そこから半年間ほぼ休みなく、タイムカードも30日連続で全部埋めたりとかしてたんですよ。タイムカードをなんか30日連続で埋める人ってまずいないじゃないですか。いないですね。だから錬金術師ですよみたいな。何が錬金術師なんですかね。だそどういうこのとですれか。だ錬金してるじゃないですか、要は勤務してるじゃないですか、連続で勤務を、錬金ってそっちですそうか。連続そうでいう意味で勤務の。しまくってるから錬言金葉術通りのってこそうとですそうか。そうなるほど。なんか作ってるとかそういうあれ じゃあなく違て。う違うです、錬金。そういうそうこと。勤務を連続でしてるからっていう、なるほど。で前そのねその時言われましたけど、大学の時はまあその自分でそのバイトして全部生活費を、僕は親からの仕送りもらってないんで、でその住んでたところもボットン便所で家賃2万で大学4年は過ごしましたね。だからね、大学の時覚えてるのが、なんか後輩が、これ絶対忘れないですけど、後輩がなんかセルシオ乗ってきたんですよ。車、そうで、お前どうしたのそれみたいな、
いや、親に買ってもらいましたみたいな。俺ムカついて 俺も絶対車買ったるみたいな感じでバイトしながら貯めて、で18の時に自分で車買いましたね、バイトして。それが R34 ってこそとでれすか？が R、 あの GTR は高くてもちろん買えなかったんで、中古で60万ぐらいのやつのスカイライン33っていうやつを買ったんですよ。ああ、スカイライン、結構いいやつですよね、スカイラインって。いや、よくね、なんか、まあ僕その時当時車詳しくなかったんで、なんか一番そのターボがついてないノーマルで、その速くないんですよ。普通そのスカイラインのシリーズってターボエンジンがターボついてるんですけど、その僕が買ったやつはターボなしっていう。ターボがないから安いんですよ。だから、まあ僕はね、マニュアルの車乗りたいなと思って探してて、最初シビックとか買おうかなと思ってたんですけど、たまたまそのカーセンサーかグー読んでた時に、なんか綺麗でなんかかっこいいなと思うのがあって、で見に行ったらよくて、それ買って買える金額だったんで、でそっからそのスカイラインっていう車を知って、興味が出て、で本屋行ったらその GTR マガジンっていうなんかスカイラインの専門雑誌があるんですよ。で、その僕の車、ターボもついたんで、クソ遅いんですね。で、その将来、この34の GTR 乗りたいな、みたいな、ずっと思ってたんですよ。で、まあ、その夢が叶って、まあ、今乗ってるんですけど、だからまあ、ずっと乗りたいな、みたいな感じですなるほど。ね。だまあ、なんかストーリーもあるんですよ。なぜ買ったかのかっていう。僕は18のもともと時、じゃあ憧れだったっそうってすいう。ね、18の時憧れてた車っていう。そう。でもその一番最初に買ったその車も10年以上乗りましたけどね、ずっと。そうなんですか。だからあれ2台目ですよ、僕。あのスカイライン GTR 2台目ですね。車は結構お好きですけど、はい。乗った種類とか数は2つってことですか。そうそうそうです。だからずっと一つに、だから初めて買った車も10年以上、18からもう28、9ぐらいまで乗ってましたね。そうなんですか。はい、ずっと乗ってました。やっぱ思い入れがあったんで、初めて買った車だったから。しかもそのね、なんか学生なのに一応そのローン組んだんですよ。そうなんですか、そう、ロ一ーン。応その頭金60万ぐらいだったんですけど、頭金30万で、あとローン組んで買ったんですけど、まあ大変でしたね。なんか保険が高いんですよ、18の時って。事故しやすいからですか？なんか保険月2万取られて、月2万ですよ。だから年間毎20、月2万。そう、毎月2万ですよ。だから今僕保険1年で3、4万なんですよ、僕。学生だとそんなに高いんですか？18はクソ高いね。あれ、どんどん無事故になると等級が上がっていくんですけど、18は一番高いですよ。一番ファンキー なそう、フ年ですァンからキーなね。時期だから その時に、しかもなんかその自動車屋さんの言いなりで、その生命保険的な、なんかそう違う保険も入ってて、後で知って解約したんですけど、それは。なんかその保険料も高かったし、ローンもこう払ってて、結構カツカツだったんで。まあ結構ね、まあそういう大変な思いして乗った車なんで、ずっと乗ってましたね、大事に。そうですね。それだけやっぱり、お金かけてるだけ大切にしますよね、普通考えただから今ら。の車もまあその当時夢だったんで、まあずっと乗りますけどね。素晴らしいことだと思います。なんか僕の話になっちゃってるんですけど、大丈夫ですか？いや、全然。ありがとうございま す。話していただいて。いや、なんかね、ビット君とはなんか、まあなんか、まあ、またメールで連絡してください。来週だったらいけるんで。そうですね。ちょっと考えさせてください。ここで多分会うのが、正しい選択なんですけど、いや、ちょっどっちでともいいです考よ。え。僕は合う合わないどっちでもいいんで。そうですね。はい、ビット君が会いたいんだったら合わせますし。それは任ありせがまとうす。ございます。はい、どちらでもいいです。はい、ビット君の人生は僕の人生じゃないんで。
じゃあ自分で、はい、考えて、ね、自分で考えて自分で決めてみてください。はい、はい、まあちょっと長くなっちゃったんですけども、まあ、今回ね本当ちょっと僕もなんか素というか出てしまっていろいろ話しちゃったんですけどいやまさかねこんななんかいろいろとこう感覚的に話せるとは思わなかったんで嬉しかったですね。僕もすごい本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、はい、よかった。はい、ということでたわいもない対談だったんですけどもなんかもうなんか普通に電話で喋ってるみたいなね大丈夫かみたいな無料で対談じゃなくてなんかお互いに電話で喋ってるみたいな感じになっちゃいましたけど、はい、ではですねちょっと1時間でもうちょっとライブも始まるんで始まるというかもう時間過ぎちゃってるんで今回はこの辺で終わりたいと思います。今回はですねビット君、まあ、僕の商品買っていただいたお客さんと対談させていただきました。ビット君ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。